本日7月21日のハイライト出来上がっておりますので一緒に見ていきましょう。7月21日、香川戦のハイライトです。徳島インディゴソックス先発は、石川でした。初回は3者連続三振の立ち上がりということでナイスピッチングでした。そしてその裏、徳島は2番の柏木ライトへの第4号ツーランホームランで2点を先制しました。インディゴソックスナイスバッティングでした、柏木。さあ、そして3回の表です。3イニング目の石川ですが、森本カジキのタイムリーでガイナーズ一挙3点を取って勝ち越しに成功、3対2という形で、これはちょっとファーストの、ね、不運な悩んでもありましたけども畳みかけてきましたね、ガイナーズもね、はい。さあ、そして4回です。今日ヒーローのヒョンジン、まず1本目のタイムリーです。ライトオーバーへのワンバンフェンスの当たりプラス相手のエラーでインディゴソックス2点を勝ち越しに成功して3対5と2点差リードを広げます。さあ、そして5回です。マウンドに上がっていた4回からマウンドに上がっていた山崎、結果的には2回を3奪三振無失点という形で好リリーフで、徳島に流れを持ってきました。ナイスピッチングでした。さあ、そして6回の裏、ヒョンジンのライトへのこのホームラン、ナイスバッティングでしたね。さすがでした。それとあとは押し出しで徳島は2点を追加して3対7とリードを広げます。そして7回の表、香川の山田ライトへのツーランホームランで2点差に迫るということで、これもうまく乗せましたね、バッテリーね。低めの変化球だと思うんですけれども、ナイスバッティングでした。そして9回表、最終回マウンドに上がった中込が2奪三振奪って最後の打者をファーストゴロに抑え、ゲームセット2点差を守り切ったゲームとなりました。